久保さん、昨日からですね、ちょっと新商品販売してるんですよ。売れてましたね、朝起きても。昨日もちょっと売れてましたけど、朝起きたら売れてました。ありがたいですね。うん。まあ、久保さんはね、麻雀店をこうオープンしないと売り上げ入ってこなかったと思うんですよ。どうすか。お店のシャッターを開けないとお客さん入れないし、お客さんがお金もらえないし、僕は寝てる間に決済があるっていうね。これインターネットのすごいとこですね。 うん、でもあのー、今回はコピーライティングの商品なんですよで僕もいろんな商品売ってきたんですけどコピーライティングって売りづらいんですよねで売りづらい商品をどうやって売ってるかっていうとなぜそのそれが必要なのかっていうのをめちゃめちゃ言ってますねなぜ必要なのかっていうみんなねその、まあ、久保さんもねアフリエイトやってきて思うアフリエイトを今はそんなやってないと思いますけど特にアフリエイトやってた時なんかは どれだけその Facebook でキャッチなコピーとかまあ YouTube のカスタムサムネイルにそれは応用してると思いますけどまあどういうコピーを書くかによって全然そのクリック率反応率が変わりますんでなんかねそのやればやるほどここ大事だなっていうのは分かってくるんですけどやってない初心者の人からするとそれが大事っていうのはよく分かんないですよね だから大体コピーライティングを勉強する人って中級上級になってくると大事だなって勉強し始めるんですけど、初心者の人はコピーライティングに驚されてる。自分が書くっていうことじゃなくて。うん。だからそこをね、しっかりと言ってあげると、まあ、売れますね。まあ、今売れてるんですけど。はい。いいってらっしゃい。